ベローナイコールビッラフランカ空港あるいはワレリウスカトゥルス空港と呼ばれる空港はイタリア共和国ベネト州ベローナ県ビッテアフランカディベローナに位置する国際空港である。ビッテアフランカ空港はもともとヴィッテアフランカ空軍基地として第一次世界大戦中に軍用空港として建設された空港であった。その後1910年代初頭に民間空港となり、 ローマへの定期便と北ヨーロッパへのチャーター便が発着を開始した。1970年代後半に向けて、ベローナ県、ベローナ市、地元商工会議所による最初のコミュニティプロジェクトの下、ビッテア・フランカ空港に旅客ターミナル、事務所、そしてハンドリング施設が建設された。経営協会エアラポートバレーリオ・カタロ・ディ・ベローナ、 ビルフランカ SPA は1978年12月に設立された。所有権は現在、ベネト州、ロンバルディア州、トレント自治県、トレンティーノアルトアディジェ自治州、南ティロル自治州の州政府間で共有されている。1990年、旅客ターミナル、エプロン、中期庁は拡大し続ける、航空需要に対処するために拡張された。また、 同年に開催された FIFA ワールドカップでは、ベローナが開催地の一つとなったため、ベローナ新幹線道路が空港に接続しないとのアクセスを改善した。1995年、空港は年間旅客数が100万人を突破した。1999年、空港はチャーター交通の特別分類で、イタリアの二級空港になり、ミラノ・マルペンサ空港。 ローマフィウミチーノ空港に次ぐランクとなった。1992年に勃発したボスニア・ヘルツェゴビナ紛争ではビッテア・フランカ空港がナトー軍の戦闘機の集結地となった。旅客数は2001年に年間200万人、2006年に年間300万人を突破するなど増加を続けている。このような需要の増加に応えて空港は そのサービスと施設の上で重要な拡大プログラムを開始した。2006年5月、既存の第1ターミナルの横に、新しい第2ターミナルが完成し空港の収容人数が倍増した。第1ターミナルは出発ターミナル、第2ターミナルは到着ターミナルとして使用されている。2011年に記録された年間旅客数338万5794人の 記録はそのまま増加し続けた。しかし、2012年に欧州連合がライアンエアーへの高額の補助金に対する調査を行いライアンエアーが撤退したため2013年は旅客数が減少しており、その後も上昇に転じているが2015年に再度減少している。2015年、ライアンエアーはパレルモ、ロンドン、スタンステッド、ブリュッセルへの定期便で再参入した。 2015から16年の冬季シーズン中にフィンエアのベローナヘルシンキ船やエアバルティックのベローナリガ船などいくつかの航空会社がチャーター路線を通常の一般路線に切り替えた。また2015年10月下旬にはエールフランスが運航していたベローナパリ船が廃止され、子会社の格安航空会社トランサビアの路線に置き換えられた。ビッテアフランカ空港には 霧分散装置が整備されており、視界の悪い時間帯にも運行を続けることができる。このシステムは2003年から稼働しており、パイロットは高度75メートルの時点で視界が確保できる場合に着陸することができる。滑走路は ILS のカテゴリーフィブアプローチ認定を受けている。出発ターミナルと到着ターミナルは隣接している。 出発ターミナル東側にチェックインエリアがあり、1階東側にラウンジがある。バス停は到着ホールを出たすぐの場所にある。以下の2社が商店空港としている。ATV が運行するシャトルバス、エアロバスはベローナイコールビッラ・フランカ空港、ベローナポルタのオーバー機関を結んでいる。また、下記には ATV の164系統、183系統、 184系統が約1時間おきに、ベローナイコールビッラ・フランカ空港とガルダコソイのコムーネの間を結んでいる。ありがとうございます。